はいどうも、僕です。はじめまして、ギタリストの小松田レノア雅人と申します。今回は、普段皆さんにご視聴いただいているギターの弾いてみたではなくてですね、レーサーとしてサーキットを走ってみようかと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今はですね、バイクでサーキットに向かってるわけですが、今回走行させていただくのは神奈川県足柄にあります大井松田カートランドさんです。とはいえね、いきなりレース出させてくださいって言って、あ、いいですよっていう風にできるわけがないので、今回は大井松田カートランドさんにあるレンタルライセンスシステム、こちらに挑戦してみようかと思います。まずカートとは何ぞやというところからお話ししていきましょう。まずね、レーシングカーといえばまず思い浮かぶのは皆さん、あの F1 だと思うんですよ。ミハイル・シューマハ選手とか、今だとルイス・ハミルトン選手とかね、マックス・フェルスタッペン選手とかで、その F1 を頂点にしたピラミッド、レーシングピラミッドの一番下、レースの登竜門に当たるのがカートになります。世界的に活躍しているレーシングドライバーの方々はほぼほぼ全員、カートからレースキャリアを始められている方が多いんじゃないかなと思います。 F1 ドライバーも、まあ、GT ドライバーもオフシーズン、レースがない時はカートトレーニングを頻繁に行っているそうなので、レースの基礎がカートには詰まっているということになると思います。レースを始めるならばカートからみたいなところかな。そしてそのカートの中にも様々な種類があります。まあ大きく分けるとこんな感じかな。見た目は同じなんですけど、まあ、乗ってみると全然違う乗り物になるんですよね。で、まあその種類があるんですけども、まあ、当然スピードと一緒に危険も増すので乗りこなすにもスキルが必要になります。免許ですね。それをまあ適任管理しているというのがライセンスシステムになります。そしたら君はどんだけのスキルがあるんかいなという話なんですが、現在僕は B ライセンスまで持っております。で、こんだけね、いかにもね、なんかこうレース詳しいですよみたいな感じで話してるんですけど、実はですね、まだレーシングカートというものを体験したことがないんですよ。まあ一応スポーツカートまでは乗れるんですけど、まあここまで来ると、まあレースの世界に足のね、つま先ぐらいはこう飛び込んでると思うので、なかなかこう簡単にはクリアできないんですよね。ということでですね、レーシングカートに乗る、ライセンス取るっていうのを今回の目標にしようかと思います。さて、まだまだ到着までは時間がかかるので、自己紹介をさせていただきます。僕はですね、いわゆる二刀流ミュージシャンというものをやっております。サラリーマンとして働きつつ、ギタリスト、ミュージシャンとしても活動してます。今現在バンドは組んでないんですけども、ギターサポートだったり、作曲、編曲を中心に日々音楽をさせていただいております。僕のチャンネル登録者の方は、馴染みがあると思うんですけども、空想委員会にベーシストですね、岡田さんのライブサポートだったり、ギターの佐々木さんのソロアルバムレコーディング参加だったり、最近ですと川崎にあります川崎水族館川水さんへの楽曲提供をさせていただきました。とはいえですね、レース経験はほぼゼロでございます。まあ、自称もいいところですね。なんでそんな人間がこういう趣旨の動画を撮り始めたかと言いますと、まあ、単純にモータースポーツが大好き。父が、車好きで、当たり前のように僕も車が好きになったんですね。で、小学生の頃富士スピードウェイに連れてってもらって、当時だと全日本 GT 選手権、今だとスーパー GT を何回も見に行ってました。ピット裏にも連れてってもらって、脇坂純一選手、飯田明選手とか、星野勝義選手、日本一速い男、伊藤大輔選手だったり、本山聡選手だったり、他にもいろんなドライバーの方にサインもらって、写真撮ってもらってとかしてましたね。そうなったらですね、小学生の男の子からしたら、レーシングドライバーになるのが夢っていうのは、自然な流れだと思います。とはいえ、うちは裕福な家庭ではなかったですし、その夢は諦めてしまったんですけども、というよりかはいつの間にか辞めてしまったっていうのが正しいかな。で、まあ高校生になって楽器を始めて、何やかんやで今に至ります。去年ぐらいからモータースポーツに対する熱量が再燃しまして、レンタルカートに通い始めたんです。もともと弾いてみた動画で YouTube をやってたので、せっかくならばこういう Vlog という形で素人がどこまでモータースポーツにチャレンジできるのかと始めたのが経緯になります。好きなことを好きなだけやるというチャンネルを目指しているので、ぜひよろしくお願いします。はい、受付が終わりまして、今から乗り場に向かいます。今日はね、結構グリップするそうなんで、タイムが出るんじゃないかと思います。走ってますね、頑張るぞ。はい、カートに乗り込みました。このカートはスポーツカートになります。
最高速度は70キロくらいかな。このカートで規定のタイムを出せればレーシングカートに乗れるライセンスが発行されます。その条件は何ですのということなんですが、走行周回の 50% 以上で34秒以下を出せれば合格です。1セットでだいたい12周ぐらい回れるから6周以上頑張れば OK です。ちなみにこのカートを乗るのは確か今回が2回目です。いざコースへ。
い曲はあるんですけども、僕はその曲は全然気合わないと思ってるんですけど、乗ってみます。ああ